サラ・ブラウンにロサンゼルスで会った時この活動の話を聞いてとても共感したんですどうやってみんなで声を一つにして危機的な状況にある地域の教育について世界の指導者たちに真剣に受け止めてもらえるか考えてもらえるかその問題意識にとても共感しました支持します何でもやりますよと口で言うのは簡単ですが実際に現地に行くのは大変なことです到着した時の印象は レバノンの中での格差がすごくてとても洗練された地域もある一方でベッカー高原に行くとビニールシートのテントで暮らしてるんです木の柱からは釘が飛び出していてギリギリ最低限の生活ですそこで暮らしているのは慌てて大急ぎで家から逃げてきた人たちででも人によってはそこに4年もいるんですひどい生活環境ですよねえひどい状況です 夏はとても暑くて冬はとても寒くなりますただでさえ厳しい状況なのにおまけにそこの子どもたちは学校に行っていません場合によっては4年も教育を受ける機会を完全に逃しているんです教育の機会を逃しているという諦めはあるんでしょうかそれともただ生き延びて食事をして水を飲んで生活していくことで精一杯ですか もちろんそれもとても大事ですしこの危機がすぐに終わりませんし一世代まるごと放っておくわけにはいきません児童労働や早期結婚過激化につながっていく問題ですから何とかしなくてはならないし子どもたちは教育を受ける権利がありますこの問題について考えるのをやめてそのまま子どもたちのことを忘れてしまうわけにはいかないんです事態改善にはどうしたらいいでしょうか何かできるはずだと期待しています 探願書に署名して世界の指導者たちにこの問題を真剣に受け止めるよう訴えるんです教育専用の別の基金が必要です確か去年は危機的状況にあるこの地域で教育に使われた資金は1%程度でした 子供もたちの教育をもっと優先課題にして将来を夢見たり人生を立て直すチャンスを子供たちに与えないとこういう時具体的な何かが念頭にありがちです将来の夢について話してくれた男の子がいたんですよねええその子は学校に戻りましたレバノン政府の素晴らしい取り組みで学校に二部制を導入したんです午前中にレバノンの子供、午後にシリアの子供を教えることで新しく20万人の子供を受け入れられるようになりましたが現場の状況は変わりま それでもシャミル君は学校に行けるようになってパイロットになりたいんだとうれしそうに語ってくれました子どもはどこでもみんな同じような夢や希望を持っています夢をかなえるためには教育が必要なんです。